では続いてはエリアの話題をお届けしますわがまちレポートのコーナーです。今日の3本はこちらです。どうぞ。なんでもサイエンス、そして第9回協議会設立記念元気元気祭り、第14回あやひなやま祭り、3本お送りします。それでは早速どうぞ。宮崎科学技術館で開かれているなんでもサイエンス、科学の楽しさを知ってもらおうとテーマを変えて毎月2回ほど開催されています。身近なものからこう科学に触れていただこうということで、特に小さい子どもたちを対象にした実験ショーをしています。どうしてだろうとか、こうどうなってるのかなって疑問を持ってもらって、その疑問からなんかまた新しい発見につながっていってほしいなと思っています。この日は何度もほかほか使い捨てないカイロの実験を通して繰り返し使えるカイロの原理を学びました。こちらが実験用に準備された使い捨てないカイロ、中には酢酸ナトリウムと紙止めが入っています。厚さ58度で溶けた酢酸ナトリウムが紙止めのパチンという衝撃を受けると白く固まり始め、熱が放出されるという原理なんです。再度固まったものをお湯で溶かし、衝撃を加えて固まらせる、繰り返し使い回す手順を確認するように実験は進められました。すごい、戻ったってこと。熱くなったところが面白かったです。実験が面白かった。カイロが何回も使えることを知りました。何度も失敗したけど、最後は白くなってなんか面白かった。身近に潜む科学を発見できる何でもサイエンス、次回は3月9日日曜日、磁石でコンコンキツツキおもちゃを作ろうが開催されます。そうそれも第9回協議会設立記念元気元気祭りが佐土原体育館で開かれ、広瀬小学校区の住民や事業所からおよそ280人が参加しました。目的は地域間の交流、それから地域内の親睦を図ると、加えて日常的にスポーツを楽しむ地域地区にしていきたいというふうに考えております。誰でも気軽に参加できるようにと用意された競技は、玉入れ、ミニバレーボール、綱引きの3種目です。玉入れは小学生、中学生、一般に分かれて対戦し、100個あるおじゃみを全て入れ切ったタイムを競います。ほとんどぶっつけ本番ですが、観客から熱い声援が送られる中、参加者は楽しみながら競技していました。また佐土原のご当地ヒーロー、特産戦隊佐土原ランジャーも応援に駆けつけていました。一方、世代を超えたチーム編成を組むミニバレーボールは、制限時間10分以内に多く得点した方が勝ちという特別ルールで行われました。老若男女の笑顔が飛び交う爽やかなプレーが繰り広げられていましたよ。そうですね、やっぱ他の地区と一緒にこうやるってことで、やっぱ一緒ね、めったに会えない人にこれ会ったり、そういうことやっぱ楽しいですね。楽しかったです。広瀬市元気です。元気元気祭りはその名の通り、住民の元気と笑顔に満ち溢れたイベントとなっていました。第14回あやひなやま祭りが、あや町中央通り商店街を中心に開催されています。あやのひなやまというのは、山神様が住んでいるところの山奥の風景を作って、女の子の健やかな成長を祈願しているというところなんですね。だから人形っていうよりも、周りを囲んでいる山神様が住んでいるという、その山奥の風景がうまくこう出てるかなというところを見ていただきたいと思いますね。こちらは町内にある22の展示場の一つ、猫仙人堂です。おととし関東から移住してきた店主が、綾の独自の文化に魅了され、今年初めてひな山作りに取り組みました。すごいすごいですね。地元の庭師に植物や石の種類、川の配置の仕方など、一つ一つ伝統を教わりながら、およそ1ヶ月かけて完成させたそうです。1ヶ月。これ一つ一つのこだわりっていうのを教わりながら、その綾の人たちがその山をどれだけ愛していたかっていうのを感じて、いやいいお祭りに出会うことができてよかったなと思ってます。
またこの日はひな山案内所である南麓公民館でだご汁の振る舞いもあり、来場者は地元婦人会の温かいおもてなしに舌包みを打っていました。おいしそう、ね、美味しい宮崎市内から初めてだったんですけど、とてもいろんなあのお人形があって、うん、綺麗で良かったですね。毎年来よってですけどですね、もうあちこちに回ってあのスタンプラリーが楽しみで、いにしえの文化を現代に映し出す綾ひな山祭りは3月3日月曜日まで開催されています。綺麗です ね、 ね、山の神を祭って、山の神がどうなんですか、もう山を大事にしてるっていうことですよ ね、 ね、すごいですよね、ひな人形が山の中にこうあるっていう姿は、いろんなこだわりをね、はい、ちゃんと作ってって言われてましたけどね、それぞれのお店とかでその作られてるところでもちょっと違ったりしますもん ね、 で特徴が出てたりね、個性が出てると、そう面白いですよね、歩きながらだから楽しいんですよね、そうそう、先ほどのね、明日プラリーも楽しいって言ってたようにね、面白いですね。元気元気祭りは、はい、元気元気祭り、元気元気って2回言ってるから相当元気なんだろうなと僕は思いましたけどもね、すごいね、ああいうの行ってみたいけどね、でも一緒にやっぱりスポーツをするっていうのは、うん、なんかこうなんだろう、団結力というか、そうだね、なんか絆が深まる、うん、しかもなんか世代間交流じゃないけど、うん、幅広い世代の、ね、子供もいれば、はい、おじいちゃんおばあちゃん世代もいたし、正月特番以来運動してないですよ、ね、やらないよそれは、やらんといかんですよ、運動してます最近、どうやろう、いや、してね、カドワランジャーの可愛かったっすね、はい、なんか可愛いっていう目線で見るやつじゃないやろ、かっこいいやろ、どっちかといえば、ごついというかぽっちゃりしてますよ、ぽっちゃりって言うな、お前マジで応援に駆けつけてましたからね、そうですね、あとサイエンス、はい、あれもね、すごい、あれもあの北海道すごくないですか、何回もずっと使えるってことですよね、そうなんでも使えるな、エコヤはサイエンス、あの髪留めでねパチンってするのが、だってね、ちっちゃい頃こう使ってた、ああいうものなんであれ音ってこと、いや音じゃないです、今刺激まれてことやっていう、刺激を与えてるんでしょうね、すごい、なんかそういう仕組みを知るっていうのもないことだから面白いですよ ね、 あれ店で売ればいいのねでもこうパチンってしてするのありますもんね、そういう原理なんですか ね、 ですね、何度もこう温め、何度も使えるやつ売ってますもん ね、 ね、買いに行こう、帰り、うん、あれ教えてくださってた末広先生って全力少年、はい、全力のあの草すけでもお世話になった先生ですよね、はい、はあ、なんか本当のお仕事の姿が見られてよかった、こちらが本職ですから、はい、というわけでお送りしましたわがまちレポートのコーナーでした。では CM の後はアニマルマニアのコーナーです。そなたは山の神か、いや違います、あ違うか、すいませんでした